ちゃちゃーん。女子鉄が行く最長片道切符の旅。今回はすでにラストランが終わった788系、そして廃線が決定した函館本線4線と今しかできなかった旅が盛りだくさん。新幹線の停車駅になり、沿線を途切る倶知安駅からスタートです。それでは出発進行。おはようございます。というわけで4日目の朝6時14分倶知安駅からスタートです。ようこそ倶知安駅で、気が40ですね。今日はこの倶知安駅からスタートします。この6時22分発おしゃまんべきになっていきます。さあ入りましょうか。で、昨日もお見せしたけど、工事中の通路を抜けてことで、あれは昔の古いホームで、2031年に あの新幹線がね停車する駅になるということでの工事なんですかね、これは。さて、ここから先の函館山線は、函館本線山線は、まあ、その新幹線の問題もありつつ、そしてね乗る方も本数も結構少ないということで、今存続が取り沙汰されている路線になります。おしゃまんべまではね本数もすごく少ないんで、倶知安駅に今日は泊まりましたね。なのでしっかりと目に焼き付けてこようと思います。ホタルが結構さ、この時間6時20分の始発、ホタル行き学生さん乗ってるように見えるんですよね。こうなるとああいう学生さんって大変なんじゃないかなってと思いました。昨日は暗くて気づかなかったけど、展示台広場的なのがありますね。この日の前半ルートは函館本線。倶知安駅を出発した列車は通称山線を通り、おしゃまんべへと向かいます。そしておしゃまんべで列車を乗り換えて新函館北斗駅へ。ここから新幹線に乗り本州へと目指します。偶然見るの今リゾート地として大人気の日水港の山です。結構別荘みたいなのが建ってるの見えますもんね。そんなところぶらりを回りながら列車は登っていきます。平瀬駅です。この平原駅は駅に泊まってバーベキューもできるんですけど、本当はここ泊まろうかなと思ったら、なんと9月いっぱいまでもう埋まっていました。大人気。いつか来たいな。駅舎に泊まれる平府駅でした。コテージもあるんだよね、こうしてね。羊蹄山は見られませんでしたが、霧の中、尻別川と寄り添うように列車は走っていきます。神秘的です。めっちゃかぼちゃがいる。実はこのかぼちゃは町おこしの一環、町内の農家で育てられたハロウィンかぼちゃが秋になると町を彩るそう。その数、駅周辺で1000個、
町内全体ではなんと2000から3000個。今度はこの季節に降りてみたい。廃線になる前に。山の中を走っていきます。熊から発生するミストが出ております。お次の駅は昆布駅って。面白い名前です。あのこの古い駅名めっちゃ気になりました。めっちゃガが止まってるけど、ガの宿りでになってた。すっかり穏やかになった。シリベツ川と寄り添っていきます。H100 が隣を上げて進んでいきます。そして山小屋風の可愛らしいメガです。メナ駅から隣駅、ネット駅は峠越え、メナ峠です。山線の難所の一つで20パーミリもの急勾配をカーブで抜けていきます。峠を越えてからでしょうか、だんだんと青空が広がってきました。空が晴れてきました。すっかり晴れ空の下、列車が回送してきます。今ではすっかり珍しいラッピングなしの柏駅舎の二股駅を過ぎたら、通称山線はここまで。海線と呼ばれ、札幌からのメインルート、幹線である室蘭本線とこの長万部で接続します。さて乗り換えです。着きました。お次はこの北斗2号になります。キハ40も乗りたかったんですけど、なぜかっていうのは多分すぐ分かります。でもね、まだ入線もねちょっと時間があるので、こちらの、うわ懐かしい、おしゃまんべーきだ。この海行ったな、懐かしい。おしゃまんべ駅です。めちゃくちゃすぐ折り返し。いや本当はね普通列車で行こうと思ってたんですけど、先生調べたら、あ、リハ281来るじゃんってなって、それはもう寄るしかないですよね。281は9月いっぱいで運行が終了が予定されている、先運行が終了が予定されている車両なんです。よいしょよいしょ、急いで急いで。
変わります。でも40だったのかな、40とキハ281のどっちか買って、もう北海道はずるい。悩むよそんなの。座席はこちら。まだ9月1日だったからか、自由席でも難なく座れました。すぐそばには海、森駅に到着です。手を離さずにお降りください。まもなく大沼公園です。
沼なんです。281チェーンが登り惜しいですが、最後乗れてよかったです。ということで新函館ホクトに到着です。あ、なんか今日はあったかいや。すいません、実際もお茶を取りたいです。これが私の最後の281系乗車になりました。281系やっぱ9月までだと思うと寂しかったです。え、快適に来ちゃいました。というわけでこの後はじゃじゃーん、この度初の新幹線に乗っちゃいますやっぱ駒ヶ崎はいいですな。思わず取りに来ちゃいました。さあダッシュで新幹線だ。というわけで5回にわたってお伝えしてきた最長下道切符の旅もついに本州へ。ここからは北海道新幹線に乗車してめめんと海を渡ります。というわけで次回は本州編、またのご乗車お待ちいたしております。いいねって思ってくださった方はぜひぜひ登録と高評価してくださったらとっても嬉しいです。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。